ずんだもん先輩、こんにちは、カスカベです。おつむぎ、よう来たのだ。鍵開いてるから勝手に入れなのだ。はい。お邪魔します。って子供。ようなのだ。こんにちは。ちょっと先輩、どこから拉致ってきたの。すぐに親御さんに返さないと。落ち着けなのだ。このちびっ子は近所に住んでる花子なのだ。ちょっと親が忙しいから、小一時間ほどうちで預かってるのだ。なんだ、びっくりした。先輩のことだから、てっきり身の代金ラテの誘拐に手を染めたのかと。お前は僕を何だと思ってるのだ。花子ちゃん、こんにちは。カスカベつむぎって言います。よろしくね。うん。花子ちゃんは何歳なの？6歳。小学校に入ったばかりなのだ。そうなんだ。学校は楽しいかな？うん。好きな科目とかできた？科目？算数とか国語みたいなやつだよ。花子ちゃんはどの授業が好き？国語。いいね。アーシも国語好きだよ。花子ひらがな全部書ける。すごいすごい。じゃあ学校の勉強は楽勝だね。前からママと交換日記してた。なるほどだよ。ママと交換日記を書いてたから、学校で習うより先にひらがなの天才になったんだね。花子ひらがなの天才。だね。今も日記書いてた。そうなの。これ、読んでいいの？うん。今日は家の近くに住んでいるお姉さんの家に遊びに行きました。お姉さんと一緒に美味しいお菓子を食べました。たくさんゲームをして楽しかったです。すごいよく書けてるね。うん。何のお菓子食べたの？緑のブヨブヨのやつ。ブヨブヨ、グミかな？違う、もっとカサカサしてる。カサカサ、今川焼きとか。違う、もっとドロドロ。ブヨブヨでカサカサでドロドロ、全然イメージできないな。それにうねうね動く。え、あと噛むとギャーギャー鳴く。何食べてんの？先輩、お菓子のもの食べさせてないよね。心配すんななのだ。僕が毎日食べてるものなのだ。安全なの。頭が良くなるお菓子なのだ。なんか不安だな。美味しかったからもっと食べたい。まだ食いたいのだ。うん。わかんないけど止めなきゃダメな気がするよ。花子ちゃん、それよりこの日記本当によく書けてるよ。うん。アーシー思ったんだけど、ここの部分、今日はの和の部分だけど、あじゃなくて葉にした方がもっと良くなると思うよ。和なのに花の。そっちの方が読みやすい文章になるよ。どうして？え？どうして和なのに花の？どうしてだろう。ようやく僕の出番が来たのだ。先輩知ってるの。ちょうどいい機会なのだ。今日は助詞の表記と読み方の不思議について説明してやるから、隣にある黒板のある部屋に行くのだ。ちょっと先輩、なんでそんな部屋があるんだろう。というわけで早速なのだけど、ちょっとこいつを読んでくれなのだ。これは蝶だね。古典で習うやつだ。手譜じゃないの？昔は手譜って書いて蝶って呼んでたんだよ。つむぎの言う通り、高校なんかではそうやって習うのだけど、実は厳密には正しくなかったりするのだ。そうなの。もちろん意味は蝶って意味なのだ。あのひらひら飛ぶ昆虫だね。ただ奈良時代における読み方が蝶だったかというとそうではないのだ。じゃあなんて呼ばれてたの？ティエプなのだ。ティエプ、いい発音なのだ。なバカな、デタラメはよしてよ。ところがどっこい、これがガチのマジなのだ。奈良時代には蝶のことをテフと書いて、おまけにティエプと呼んでたってこと。そういうことなのだ。信じがたいよ。音の内訳としてはこんな感じなのだ。テオティエと発音してフォークと発音するってこと。当時タ行の音はティアティティユティエティオと発音され、ハ行の音はパピプペポと半濁音で発音されていたのだ。全然日本語っぽくないよ。千年以上昔の日本語なのだから、今と全然違うのも無理ないのだ。そういえば思い出したけど、昔はチョウモがもまとめてカワヒラコって呼んでたって言ってたよね。これも当時の読み方にすればカパピラコになるのだ。カパピラコ、やっぱり日本語っぽくない気がするよ。もちろんハヒフレホと書いてパピプペポと発音する状態から急に今現在の状態になったわけではないのだ。少しずつ変わっていったってことだね。奈良時代の最初のうちはパピプペポだったのだけど、時代が進むにつれてハフィフフェホになるのだ。ハフィフフェホって書いてハフィフフェホって読むってこと。そうなのだ。発音しにくい感じがするよ。これが平安時代にまた変わるのだ。次はどうなるの？今でいうところの和行の発音になるのだ。和行、今の日本語の和行には和等しかないのだけど、ちょっと前まで和行はこんな感じだったのだ。見たことあるよ。旧字ってやつだね。でも和行の音同じだね。そもそも五十音ってのは人間の口から出る音、人間に操りやすい形に体型つけたものに過ぎないから、ダブってたり表現しきれなかったりするものもあるのだ。や行もやゆよしかないもんね。一応昔の資料を漁ってみると、和行の方別の文字で表してる表も存在はしてるのだ。ただ発音が和行の音と同じだったこともあり、
定着しなかったっぽいのだ。でもイヤーは定着してたんでしょう。オナンって今でも使われてるし、この違いは何でなの？今でこそこの文字は昔のイですみたいに説明されることがあるけど、実は大昔はイの文字はウィと発音していたし、エの文字はウェと発音していたのだ。オの文字はウォってこと、ワウィウエウォだったってことなのだ。ウ以外は音が微妙にアギョと違ったんだね。そうなのだ。でもすごい似てる感じがするよ。今の僕らの感覚からすると似てると感じられるけれど、当時の日本人にとっては全然違う音だったはずなのだ。英語の R と L の発音を日本人は区別できないってよく言われるけど、それと似たような感じかな。実際レッドはレッドと書くと意味が変わってくるように、色は色と書かなければ間違いだったし、ウィテンテンのウィはウィと書かなければ間違いになったのだ。完全に違う文字として使い分けられてたんだね。ただ似てるということもあって、800年ぐらい昔から徐々に和行の発音が和行の発音と一緒になっていったのだ。イなのにと発音したり、レなのにへと発音したりするようになったんだね。ここで問題が発生するのだ。同じ発音なのに違う文字があるってことだね。発音が同じになると、それまでは和行のイやウエヤオで書いていたもの、和行のイやエヤオと書いてしまったり、逆にそれまで和行のイやエヤオで書いていたもの、和行のイやウエヤオで書いてしまったり、表記に揺れが見られるようになるのだ。使い分けられなくなるんだね。まさにレゴのスペルでハルとエルがわからなくなるって感じだ。今でもラヌキ言葉なんかを発見すると、鬼の首でも取ったように指摘したがる御用警察がいたりするけど、言い方、当時もそういうやつは一定数いて、なんならお偉いさんによくいたものだから、しばらくは言葉の古典的規範がどうのこうのという理由でこの2種類の文字は共存していたのだ。勉強が大変そうだね。まさしく紬の言ったように、このままじゃ勉強が大変だってことで、戦後になってようやくウィアウェが廃止されることになったのだ。でもはまだ助詞として使われてるよね。それはどうしてなの？これは助詞が日本語において比較的新参者であることに起因するのだ。昔は助詞が存在しなかったってこと？存在はしていたのだけど、せいぜい書き言葉なんかで使われることがあるぐらいの、庶民にとって馴染みのない言葉だったのだ。お堅い言葉ってことかな。読み物の中でだけの言葉だったのだ。どうして助詞は庶民の間では使われなかったの？いろいろと説はあるのだけど、一番の理由はなくても意外となんとかなるってことなのだ。なんとかなるの？例えば今僕が空腹だったとして、腹が減ったと言おうとも腹減ったと言おうとも、いずれにせよ意味は通じるのだ。パンを食べると言っても、パン食べると言っても、確かに意味は理解できるね。実はこのことは宗教や哲学の文脈からも読み取れて、日本に古くから伝わる儒教の論語の和訳は詩和枠ではなく詩枠から始まるのだ。本当だ、助詞がないね。書き言葉でもこのざまなのだ。話し言葉においても助詞が頻繁に使われるようになるのは大体明治ぐらいなのだ。かなり最近だね。そういう事情もあって助詞ってのは文化とか歴史とかがそこまで根深く存在してはいないのだ。国の都合で好き勝手に便利な形に改造できるんだね。そこまで言い切ってしまうと語弊があるけど、まあその解釈で大丈夫なのだ。でも理解はできたよ。パンを食べるみたいな文章におけるおは、音としては行の音と同じだけど、読みやすさを優先してあえては行にしてるってわけなんだね。パンを食べるじゃ読みつらいな、そういや和行の方が余ってたわ、よっしゃこいつ使ったろって感じなのだ。便利さのためなんだね。実はおの存在は学習にも便利なのだ。でも助詞のワとカーはどうなの？あれはおみたいな使い道が限られてる文字ではないから、逆に不便だったりしないの？もちろん助詞であることを明瞭にするために別の文字を使うという選択肢もあるのだけど、ただそこまでしなくてもわやえはそのままでもそこまで問題なかったりするのだ。どうして？ちょっとこいつを見てほしいのだ。何の表？これは三省堂国語辞典に載ってる言葉のうち、あから始まる日本語において2文字目が50音においてどの行の文字に当たるのかを調べて、それを数値化したものなのだ。つまりあから始まる言葉で、あえとかを収めるみたいな2文字目が行になる言葉の数は233単語あって、赤とか悪事記みたいな2文字目が家行になる言葉の数は194単語あったってことだね。そういうことなのだ。当然といえば当然かもしれないけど、行によってムラがあるね。あ行は和しかないから42単語しかないけど、2文字目がんになる言葉は意外とたくさんあるんだ。ただ今はそれよりも2文字目がは行になる言葉の数を見てほしいのだ。は行ってことは14単語だね。であれ、すごい少ないね。マジで身近な単語としてはアヒルとかアホぐらいしか存在しないのだ。言われてみれば、今回はあくまで2文字目に焦点を絞ったけど、実は3文字以降で考えてもこの傾向は同じで、これはつまり日本語にはは行の文字が実はほとんど使われていないってことなのだ。そういうことになるね。
ということは、文中に登場するハヤヘという文字はハヤヘと記載されてはいるけれど、文字の通りにハヤヘと発音していることはほとんどなく、実は無自覚のうちに僕らはワヤヘと発音しているってことになるのだ。すごい話だ。ハヤヘを女子的にはヤエと読むことがイレギュラーってわけじゃなくて、そもそもハオハと読んだりヘオヘと読んだりすることがイレギュラーだったんだね。五十音の表に僕らの脳は侵されてしまってるから、ハワハであると疑わないけど、実はハはほとんどの場合においてはと発音してるのだ。気づかなかったよ。でもどうしてこんなことが起きてるの？さっき言ったハヒフレホの発音の歴史を思い出してほしいのだ。大昔はパピプペポって発音してたってやつだよね。その後はどうなるのだ？ハヒフレホになるんだよね。そして平安時代にはワウィウェホになるのだ。そうだったね。極端に言ってしまうと、ここで日本語の派の発音は一度死んでるのだ。ふむ。これまではパだったりファだったり、一応ハっぽい音は残してるのだ。半濁音だったりフっぽかったりするけど、派の親戚ではあるとは感じるよ。ただそれが急にワウィウェホになるのだ。かなり変化した感じはするね。つまりここで派は完全にワに置き換わったと言っていいのだ。派という音がワになったんだね。これは川という言葉で考えるとわかりやすくて、もともと川はカハと書いてカパと呼んでいたのだけど、それがカファになり、やがて川になったのだ。なるほど。そして専門に表記と音を合わせることになり、文字の方が変化するのだ。今の形になったんだね。ということは、平安時代以前は破行の文字がたくさん存在していたのだけど、今はそのほとんどが和行の文字に変わってしまってるってことなのだ。なるほどだよ。今日本語に残ってる破行の音は生き残りみたいな感じなんだね。あるいは外国から来た言葉なのだ。納得だよ。ちなみに平安時代に破の音は軒並み和行に移行したけど、例外もあって、それは単語の頭文字にあたる派の音なのだ。頭文字。わかりやすいのは花なのだ。花ってことは昔はパナって発音してたんだよね。それがやがてファナになるのだ。でも平安時代にはワナになるんでしょう。いや、頭文字の派の文字だけは発音がワ行に変化することなく、そのままファナと呼ばれていたのだ。頭文字だけは例外ってのはそういうことなんだね。やがてこのファの音が今の僕らにとって馴染み深い派になるのだ。なるほど。だから日本語において単語の途中に破行の音が来ることは滅多にないけど、頭文字が破行の単語はたくさんあるのだ。面白いね。そんな歴史があるなんて知らなかったよ。てしまった。花子ちゃんの存在を忘れてた。花子ちゃんごめんね。今の話ちょっと難しすぎたでしょ。花子ちゃん。いや、大変勉強になりました。まさか助詞の発音が例外というわけではなく、蚊と発音することの方が歴史的には例外だったなんて、目から鱗でしたよ。花子ちゃん、どうしちゃったの？いやはや、おそらく先ほど食べた緑のお菓子の影響でしょうね。急に思考がクリアになりましたよ。やっぱり良くないお菓子だった。にしても一歩間違えば、私の名前が花子ではなく花子になっていたかもと思うと、言葉ってのは本当に面白いものですね。喋りが達者すぎだ。でも成長はいいことなのだ。突然すぎて怖いよ。というか少し思ったんですが、本来ティエプと読むべきテフを蝶と読ませる現在の古文教育って、かなり歪ですよね。くだらないので廃止した方がいいのでは。性格も歪んでる。